令和新選組大石崎子、ラサール氏に資金提供で大炎上。現在、令和新選組の大石さんが、令和2年2022年12月26日に、ラサール氏さんに対して、車代として8万円を渡されていたことが明らかとなってしまい、冷やがさとし、大炎上してしまっております。こちら、大石さんは、政治資金パーティーを開かれた際に、 出さる資産を招かれており出演料として支払われたものと思われますがまあ、こういったお金のやり取り法的には何ら問題はございません、まあ、さらにこの出演料8万円ということで2桁を切っておりますがみなし個人の出演料は最低数十万円が相場とされておりますのでかなり安いなと感じます このような講演、実態としては、まあ、ビジネス化しておりまた、公演によっては公金、税金が投入されている場合もございますので自由の声では問題視しておりますがこの例は新選組、最近はですね、過激派や北朝鮮とウーリー2つの主張を垂れ流し始めておりますので自由の声では情報収集を強化し警戒を強化しておりますけれども。 まあこのようなお金のやり取りに関しては、政治家の場合、政治資金収支報告書で全て公開することとなりますので、このような無用な騒動を避けるためにも、講師には車代をお渡ししていますなどと、もう事前にですね、公表された方が良いのではないでしょうか。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。